ちゃん。はい。はい。何でしょうか。3回目の病院になっちゃったね。うん、やだよな。昨日から病院って張り切ってたからね。うん。私早く治りたいから。うん。どうして治んないんだろう。ねえ。しーちゃん、早く治さなきゃいけない大きな理由があるから。それは？いや、まだ1度目でしょ。あ、そっか。みんなのお楽しみにしていただきたいんだよ。特別なね、うん、イベントがあるからね。そう、みんな楽しみにしててください。うん、私もめちゃくちゃ楽しみです、うん、前の日眠れないかもね。違う、私前の日ね、うん、眠れなすぎて12時ぐらいまで起きてる。目開いてるから、うん、キラッその時はどうしよう、うん、その時はどうしよう。そしたら車で眠ればいいでしょ。すごい遠いんだよ。過去最高5時間、うん、高速道路でも5時間ぐらいかかる。じゃあ普通です。普通で下道で行くと、下道だと分かんない、8時間ぐらいかかるんだよ、もっとかかるかも。やったーやったー、楽しみね。とりあえず早く直さないとね。すぐなっちゃうってこと。私たまにね、うん、咳室水分なんか、うん、上ってなって、うん、歯が口に入って、うん、でも、うん、歯が出ちゃったりとか、うん、で、すぐね、うん、なんか喉が上ってなっちゃって、うんうんうん、もう苦くないと思う。合成剤じゃないから、うんね、新しい薬なんだろうね。うん、アイス買っていいかな。うん、時に、うん、
じゃあアイスと牛乳買って水買う。お昼にもう薬飲んじゃおうか。あと1週間で治すよ。治すね。あと何週間、1日に数えるぐらいの時期になっていれば大丈夫って。うん、うん、じゃもう治りかけなのかな。うん、何だったんだろうね。原因分かんない、原因不明だった。うん、治りそうだね。ね、しーちゃん今日は寝ました。うん、私はいつも通り私は一人。うん、いつの人？ミミ、パパ今胃腸炎でさ、結構ひどいからさ、一緒に寝るとうつっちゃうんだ。ね、いやだ、おやすみなさい。うん、じゃ電気消すよ。いやー、消して。うん、寝れない？じゃあちょっとパパの代わりにさ、すごいの連れてきてあげるよ。誰？ママ。うん、じゃあママ連れてくるからちょっと待ってて。ママならいいでしょ。ママ連れてくる。うん。私ママよ。ママ子よ。ドリア。じゃあクマちゃんをぎゅーして一緒に寝て今日ね。おお、すごいことに。クマちゃん寒いって言ってるよ。ダメだ。あ、でもこれでいいんじゃない？これで寝れそうだね。うん。ちょっと。これで寝れんの？わからん。じゃあ一回電気消すよ。じゃあおやすみ。してみるよ。いやー。
でも前から保湿剤が何だって言ってたもんね。ちょっと好きな日でとかちょっと保湿剤と、まあね、はい、やってみてください、ね、はい、今ちょっとひどい時はもう石鹸とかもそんな使わなくていいので、はい、ね、はい、かゆいところとかよね、はい、はい、じゃあ今ね診察終わったので、はい、薬をもらいに行きます。名前とか書いてるから うん、見せないで行こう。グリーン一日2回だって保湿保湿中からもね、いろいろね先生に教えてもらったね、面白い先生だったね。前もなんかしーちゃんがね小さい時に来たことがあって、その時と同じ先生だ。そうなんで分かったの、うん、前も来たことがあると思って、ああいう感じの先生だった。お母さん大変だね、下の子なんかリニがまだベビーカーに乗ってる時で、なんか下の子連れて大変だけどお母さん、なんかしーちゃんがすごい乾燥肌だったから、うん、ちゃんとね、なんかそうそう病院に来たり、怖い、まともちゃんが止まったかと思ってびっくりした。閉じ込められんのかと思っちゃったよ。痛いね、ね、マジこれつかないじゃん、ね、怖い、怖い、前、うん、なんか静かだっけな。でもしーちゃんがね、ほんとちっちゃい時だって、リミがベビーカーの時、赤ちゃんの時だよ多分、もうね、うん、5年以上前だよ覚えてるわけがないよ私ね、うん、どこかでね、うん、指のね、うん、レントゲン撮ったんだよね。あれ指のレントゲンは整形外科でしょ、皮膚科じゃないよ。はい、ということで今病院に行ってきました。片手なので手ぶれがすごいです。でね、クリーム2種類でした。乾燥肌なんですけど、体の内側から肌をきれいにしておくって言われました。そうだよね、そうですなんか貞子みたいだけど下から電気当ててさ、カメラ撮ってるからなんか怖い。上からえ下からじゃないとうまく撮れないじゃん。貞子じゃん。以上です、バイバイゴー。グミペア。